どうも、始まりました。もちえちチャンネルです。今回もですね、僕のチャンネルですね、今後どうやってやっていくのかっていうのについて、話していきたいと思いますね。いよいよ4月になり、新年度ですね、動こうと思っています。で、今までこの3ヶ月間やってきたわけなんですけど、3ヶ月間は試してみたんですよ。で、何を試してたかっていうとですね、僕、まあ、契約情報の授業できないわけですよ、映像でですね。なんで僕の授業を見たい方は、ぜひですね、予備校とか、生授業とかですね、セミナーとかですね、来ていただければと思うんですけど、その授業ができない中でですね、つまり、まあ、一番の武器ですよ。自分のものすごく持てる力ですね、がこうですね、縛られてる状態、ワンピースでいうところのですね、回廊石をはめられてる状態でですね、能力が使えないみたいなですね。で、その中で、どれだけやっていけるのかを見たかったわけですよ。ですね、だから、なんていうか手足縛られてて、このですね、歯しか使えないみたいなですね。それだけでも、私は崖を登ってみせるっていうですね、そういうふうに思ったわけです。で、もう一つは、やっぱりこの、自分自身の能力をですね、すごく買ってくれる人っていうのが周りにすごい多いので、なのでこの業界の人たちですね、予備校のこの仲間の皆様にですね、いろいろと助けてもらいました。で、まあ当然ですね、それでまあ2500まで登録者数が来たんで、ちょっとびっくりはしたんですけども、当然まあそれだけではですね、上に上がることはまあ難しいわけなので、いよいよ動いていきたいと思いますね。ですね、このやっぱり歯だけじゃですね、崖は登れんとですね、多少でもは登れたんですけど、まだですね、まだやっていかなきゃいけないなということで、ね、動こうと思います。まず一つ目としてはですね、まあ他の動画でも言ったんですけど、いわゆるですね、この解説動画が始まります。いわゆるですね、自分は授業できないですけど、周りの仲間は授業できますので、ですね、彼らにですね、やってもらおうと思います。で、ネイティブも、ですね、いろんな英語の表現を紹介してくれますし、ですね、超大手予備校講師のですね、方は、僕の著書を使ってですね、そこに載っている問題を解説してくれます。なので、いわゆる予備校の授業が、まあ、タダで見れるわけですね。そうです。この最高手にいる、ですね、いわゆる4大予備校にいる方にやってもらいますから、彼の授業ですね。まあ、その4大予備校じゃない別の予備校とかでも締め切りとかもですね、出してるすごい人気講師です。もう、このチャンネルで全国区になってもらえればなと自分自身は思っているのでですね、頑張ってやってもらいたいと思ってますね。そして、まあプレッシャーになっちゃうかな。そしてですね、いよいよですね、YouTuber さんたちとですね、コラボしていきますので、これからはですね。そうです。いわゆる僕の、そうですね、こう出てくれてる人たち、予備校業界でもすごい有名人ですよね。なので、見てる人が見ると、うわ、すごってなるわけですけど、当然 YouTube を見てる人たちっていうのはまた別のですね、グループの人たちなので、ですね、その超有名予備校講師たちですね、よりも、YouTuber さんたちですね、このやっぱり自分が普段見てるチャンネルの人たちっていう方がですね、大きな存在であるわけなんで、やはり YouTuber の人たちと一緒にやっていかないと、普通にこう、コラボとかってしていかないと、ダメだっていうのはよくわかっています。で、まあ、自分なんかそんなね、チャンネル登録者数もいないんで、なんかお願いすることも、さらにお願いしたこともないし、で、コミュニケーション取るのも苦手だし、で、どうやってやったらいいのかわかんないって言ってたんですけど、まあ、いよいよですね、来週からですね、スタートします。いろいろな方々と撮っていく予定です。ちょっとね、忙しくなってしまうので、1週間の手術で抜けちゃったせいで、仕事がその分ですね、山積みになっちゃってて、ちょっとね、本の仕事だったりとか、撮影の、映像授業の撮影とかが、ですね、ドドドッと入ってくるので、そこは大変なんですけど、ちょっとまあ時間を取ってですね、いろんな方とですね、コラボしていこうと思っていますですね。なので、ぜひぜひですね、コラボしたいっていう人ですね、僕ら言うのはなんかですね、恥ずかしいというか、おこがましいというかはあるので、もしあったら言ってください。いろんな方ですね、コラボをお願いされたいです。まあ、してくれた人もいます。ありがとうございます。ですね、なんで、一緒に撮っていきますので、ぜひぜひですね、よろしくお願いします。動いていきたいと思いますので、これからのこのチャンネルですね、森哲チャンネルにご期待ください。待っててください。やっとですね、あ、なるほど、
そう、そうなんだ。ですね、役立つわ、これっていう風にですね、思えるチャンネルにしていきますので、まあ、引き続きね、闇シリーズは続けてはいきます。そうですね、あります。次の、出版社の闇、今やりましたね。別の闇ですね、もう一個あったりとかするので、その辺の話を、ちょこっと話しますね。そうなんですよ。予備校、塾ですね。そして出版社とやってきたわけですけど、そう、学校が残ってるので、まだそこをですね、やってませんので、そこをやったりとかをしていきます。そしてですね、まあそういうのが、そっか、この次の、今週ですね、今週はそれが行ってて、トイックですね、週末にはトイックがありますので、またトイックのですね、そこラジオがあったりしますので、そちらも楽しみにしてください。なので、まあ基本的には、そういった解説っていうのが多くなっていくかなと思います。まあその解説してくれる皆さんがどれだけ取れるのかっていうのですね、もありますね。で、あとはまあ自分自身の予備校関係の話だったりとか、予備校の講師とのコラボっていうのは続いていきますし、あとまあ過去の話ですね、大学時代の話とかですね、そういったものも、徐々に出ていく予定になっております。それではですね、ぜひぜひお楽しみにしてください。チャンネル登録よろしくお願いします。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.